モンストリラ類は、海野種類のモンストリラメモンストリラ科に分類される動物群のことである。ノープリウス養成の時期に、5海愛かタコ、ヒラメに内部寄生する。生体になると、宿主の体表を破って、冬生活をするが、後期をすべて書き、節置は行わない。夜行性であり、日中でのプランクトンネットによる採集では滅多に取ることができない。 モンストリラ類は、ア足類の一群であり、一つの目モンストリラ目にまとめられる。幅広くて長く、後方に次第に狭まる体。前端に第一触角、複側に付属子が並び、後端にお詞がある。大きさは、体長3ミリメートル程度。しかし、第二触角と、後期意識が完全に欠損している。消化感も失っている。種によっては、大々色や、緑色。 褐色等の色素を持つ。大抵の種は後期があった場所に後部水帯がある。メスの第五胸足がある。第五胸節の後の生殖節には長い放卵毛が一対あり、ここに卵塊を保持する。オスにはここに太く屈曲した構造物がある。卵から孵化後、ノープリウス陽性の時期に寄生生活をする。宿主として五海愛カタコ。 ヒラメが知られている。孵化したノープリウス妖精は、宿主の体表に取り付いて侵入し、血管の中に入り込む。ここで、妖精はほぼ楕円形の細胞界として成長する。付属死等は見られないが、前端部からは一体の細長い突起が発達する。これは、栄養の吸収を司るものと考えられている。これは、触覚のようにも見えるが、実際にはそうでなく、 生体になるときには捨て去られる。妖精は成長すると、さなぎという段階になり、その内部に生体の体が形成される。これは、一般の貝や種類の発生では、第五コッペポディット期に当たる。外形的には吸収用突起の間、体の先端部に突起を生じ、この内部に第一触覚が収まる。それ以外の付属子は、さなぎの内部に形成される。 生体は脱皮すると浮遊生活をして、生殖を行った後、生涯を終える。私有遺体である。モンストリラカモンストリリデイとセスピーツヨシリデイの2科があったが、後者はキクロプスメの総モットオシリデイ科の死の2種であったため、現在は前者の1科のみである。モンストリラカには7族156種が報告されている。このうち、 日本に出現するのは4族15種だが、調査例は乏しく、さらに多くの種が出現すると考えられる。ありがとうございます。